カツクラは株式会社オウン社が発行、発売している期間の女性向け文芸情報誌。小説ファンブックというサブタイトルが付けられている。株式会社雑草社が刊行していた漫画情報誌、パフに掲載されていたコーナー、カツジクラブがパフ別冊という形の雑誌として1994年に創刊された。当初は年に1回の刊行で、 次第に観光数が増え、帰還となった。総刊号は、若君賞、島田総治を特集し、綾辻つと、小野冬美へのインタビューを掲載していた。総刊人の氏名は、活字クラブで、2011年6月発売の2011年、春号まで、雑草社が雑誌として発行していた。キャッチフレーズは、小説ファンマガジンだった。 2011年9月発売の2011年夏、秋号からは、応運者編集、株式会社新規嫌者発行となり、書籍扱いになった。その次の号となる2012年1月発売の2012年統合から、氏名を、勝倉に改め、通貫番号はもうボリューム1から再スタートしている。キャッチフレーズも、小説ファンブックに変わった。 2015年4月発売の2015年春号からは、発行も応運者が行っている。amazon.co.jp、カツクラボリューム132015等、応運者、本カツクラさんはツイッターを使っています。ご質問いただいた県 AB 観光物応運者、楽天ブックス、新規現社小説ファンの検索結果、活字クラブ小説ファンマガジン、国立国会図書館サーチ、 新機嫌車公式サイトでの商品紹介、オ援ンツイッター。ありがとうございます。